よーし。おはようございます。8月7日かな ?1 週間たったか。いや、てかまだ1週間なんだな。なんか密度すごくね。ォークナッツ4。1週間ですげえいろいろあったんだけど。そう、姉ちゃん帰ったり、きみこちゃん来たり。ボリュームがすげえな、今作。よし。 あおはようございますじゃあ、いただきますあちゃんのこの吐き捨てるような言い方好きごちそうさまでしたはーい、ごちそうさまでした特に何も言わない日きみこちゃんぐっすり眠れた,ああったわお姉ちゃんは夜型だから一緒に付き合ってたらよくないからねああでも姉ちゃんいないからなかでも私健康だから いつでもどこでもぐっすりすやすや眠れるんですよあ、そうなんだとにかく元気なんです元気って体育とかもバッチリってことうん足早い早いよ何聞いてリレーの選手だしあ、そうなので男子には負けるだろリレーの選手そんなことないよじゃあ俺と勝負しようぜいいですよえ太陽は学年が上じゃないか勝負あ、そうかじゃあ僕君と勝負だなあ、そうなのランタ男子が女子に負けてもいいのかよ いやランタも開けんんじゃワープした。いやそれ言ってんのお前だけだか。しかみつかよ。え二軒の近道。このじゃあ始めるゴ<っ>ールはグラウンドの真ん中の台の上。ウェイ。お<う>よーいンえ行けい、ランタ。あちょっ,と待っ,て待って、動かない。ランタが。え,ー、え早い。あ動けるよ、ランタ。えこれは あ近道か使えるってことえ、ここおー、手前に出た。あランドあけた。え、これありこれありのやつおい、このパンツやろう。あ、勝ってる勝ってる、でも。おー、1位だ、えー、あ、ポーズ決めてる。そのポーズ好きだな、お前。エルビス・プレスリーみたいなポーズ。

おいパンツ <laughs> いや太陽の入れ知恵だけどいやまあそのその通りに走ったパンツもパンツだけどさてかまあ俺がやらせたんだけどさパンツにえマジかよおいえ嫌われちゃったんじゃないのこれえー、っとあこここここれめっちゃ気になるよなこの石碑おな何かあったやっぱりあゴリゴリなり,ごり,鳴り あ地図だやった二枚目。いや、思いっきり手書きの地図。二 <laughs> 枚目の古地図を手に入れた。いや、言うほど古く見えないんだよな、これ。<laughs> え、でもこれおじちゃんが集めろって言ったやつだよね。あれやったぜえ、なんか間違えて別の地図集めてないこれ。そういうオチじゃねえのもしかして。知らねえけど、まあいいか。 とりあえずランタはこれをフル地図だと思ってるみたいだからなおじちゃんが言ってたえーちょっとキミコちゃんの様子気になるなキミコちゃんどこ行ったあっひめちゃんとマメちゃんおはようかけっこでズルしたって本当あ伝わってる <laughs> ひどい人なのねマメも用心しなくちゃ <laughs> おい速攻で言いふらされてる今日はどこへ行けば面白いか かけっこに勝ったんだってね。いや、ちょっと。<laughs> 姫ちゃん。すごいじゃない。あ、褒めてくれてる、でも。普通はずるしてまで勝とうなんて思う、うわぁ <laughs> 一番嫌な言い方 <laughs>。いや、こんな言い方される小6に。<laughs> うわおい、待、ま、って、これ、これ <laughs>、これ、キミコちゃんが言いふらしたってことおい、太陽。 まあ、ズルだって言われても勝ちは勝ちだから気にするな。いや、おい。お前のせいで、ランタの評判最悪じゃねえか <laughs>。いや、まあ <laughs>。まあ、もともとパンツで動き回ってる時点で最悪だったかもしれないけど。あ、きむこちゃんいる。きむこちゃん。いや、絶対怒ってるよ。ズルして勝つなんて許せないよ。うわー。敬語だったのに。<laughs> 昨日までは。 ああ、嫌われた、早速。ずるしたんだって。うわ、おばちゃんにも言われてる。ええー、きみこちゃん <laughs> 全員に言ってるかけっこは正々堂々やらなきゃダメよ。うわ、詳細まで伝わっている。いや、太陽いやー、でもええそう。これた、いや、でもまあ太陽も同じぐらい言われてんのかなえ、こればあちゃんにも言われるもしかして <laughs>。ちょっとばあちゃん。 あー間違えた間違えたちょっと待ってこればあちゃんにまで言われたら相当だぞいくらうわっ <laughs> 伝わっている <laughs> いくらかけっこで勝ちたくてもズルはダメじゃ <laughs> 分かったかいで <laughs> もう村八部じゃんいやおいランタこんな人格形成に影響を及ぼすよ お前とけよさでおおちょっと待て田舎の子はさまったくもってひどいやつだなうわああ言い返さないいつもなら言い返すのにおっさん相手においランターちょガチでへこんじゃってるじゃん嘘そだぴょんあそれはやるの分えっこれもしかしてささゆりさんとかにまで言われる ちょっと行っとてみるかさゆりさんにまで言われたらちょっと立ち直れなくなりそうだな <laughs> いや怖さゆりさんお姉さんの家はなぜ引っ越しをしたのあれっあがう話題いや待って油断するなお父さんの会社が人員整理をしたのよ人員整理ああ首、リストラってことかつまり。 あ、あ、でもよかったああ言われなかった時競走のことさすがに <laughs> こっちの島までは伝わってないみたいだよかったなさゆりさんだけは優しかったなんかいるかな俺ってさなんかいることあんのかやっぜ。お水すましああ水槽ないとダメかああそういうことかあのお店で売ってるやつね水槽ってあれないと取れないんだ お、来た。お、なんだあ、結構引いてる。あ、すげえ引いてる。何大物じゃないこれ。お。あー、タコだ。え、なんか言えよ。二 <laughs> 回目釣ったやつのことは全然喜ばないじゃん。タコをさばいてもらおうぜおばあちゃんに。いやでも、タコかー。あ、お刺身か。タコあんま好きじゃないんだよな、俺。<laughs> じゃあ今日の晩ごはんに出してあげるからねごめんな好き嫌い多くてあのー、ここのさあこれ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 ってあやっぱ持ってけるんだトンカチあ一応持ってくか僕は密かにトンカチを手に入れたこれは何かに使えるんだろうなドライバーが入っているあドライバー金づって書いてあるもんな借りようかなと思ったけど すでにトンカチを借りていることだし怒られたら嫌だからやめておこう <laughs> 両方借りになってああなるほど今んとこは金槌だけ借りれるんだ何かに使うんだろうなでもあご飯だよ <laughs> うわあ違う <laughs> 見つかった <laughs> <laughs> 見つけたこっちだったな <laughs> あ出た刺身 <laughs> おいタイ送っていいぞ僕 小川にかぶってた板をめくって、水の中の虫を捕まえたんだ。捕まえてないだろでも入れ物がなくて、すぐ逃がしちゃったんだ。いや、そうそう。確か吉田商店にプラスチックの水槽。いや、でも五百円すんの。いいものでしょ高いよい。高い高い、五百円くれ。入ってたケースで回ってないかい。うちのケース。ね、うちでいちごなんかめったに買わないし。あ、そうなんだ。あっち島の白屋さんちみたいに、お金持ちじゃないからね。あ<ー>あー。 やっぱお金持ちなんだなバカ子供の前でバカって言うな<え>いやばあちゃんもバカっつってるじゃんよっしゃじゃあ食べようはいいただきまーすいただきますあカレーだめっちゃうまそうあタコ入れてさシーフードカレーにできるじゃんこれこれさタコ入れてさ <laughs> あちっカチあれだ <laughs> ごちそうさまでしたごちそうさまでした,でしたカレー食いてお墓のところで

それとも勘違いしてんのかおちゃんみんなにかけかでいやもうちょっともう言わないであげて反省してるからこいつその証拠にほらパンツ1枚だよずっと悪いことはできないものよねいや太陽が言あれっつったんだけどな太陽も同じぐらい言われてんならいいけどさ 近道して勝つなんて人として最低です <laughs> いやまあきみこちゃんがねきみこちゃんからねボロくそ言われるのは別にいいんだけどね <laughs> なんかみんなに言われるからいやでもこういうのあったなー確かに子供の時なんかその友達に言われてやったことでめっちゃ怒られてでもその言った友達自体はあんま怒られないみたいな <laughs> あったなあこういう経験理不尽を覚えたなー世の中の

ひみこちゃんのランタへの評価を落とすために、わざと近道のことを教えたのか <laughs> おい、ちょっと待って。夜風に当たろう、ランタ。<laughs> 一度夜風に当たって深呼吸しよう。いや、そうじゃないこれ。その恋敵のランタが目障りだから <laughs>、<いや笑>そういう。 悪役令状ムーブじゃないこれ <laughs> 太陽 <laughs> 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 おい恐ろしい男だあいつどこが太陽だよ <laughs> さてと何の話いやいやあの続き続きなんかループものみたいな感じでさ戻ってきてたよね最初のところに <laughs> ああそうだったそうだったうんじゃあしっかりと聞いてくれ聞く聞くうんうん 昔々、うちのじいちゃんのじいちゃんの。え、あれ島の田んぼのあたりをテクテク。あればあちゃんばあちゃんそれ聞いたよあれ遠くからおいおい助けてくれと誰かが。あこれそういうことあ、また最初に戻ったってことそれ、これ。えいや、ちょっと。 えばあちゃんこれボケたとかじゃないよねいランタの言うことも一緒だしあ,あそういうことかこれループするんだな最後まで行くといやなんだこのオチは <laughs> 結局何の話だったのこれよくわかんねえ話だったなあタコの刺身書いてるタコの刺身っておいしい いや、俺、同じくイカもあんま好きじゃないんだよね。好きな人多いけど、イカ。イカ、タコ、エビ、あんま好きじゃないっていう。えー、水の中に住む虫を飼うには水槽が必要。あーね。水槽って飼う以外にも方法があるのか、どこかで見つけるかって書いてるな。飼う以外にもあるってことあ出たいや。男子同盟、実感したこと一回もなかったけどな。 次は女子と同盟を組もうかな。いや、その女子にも嫌われてるから、お前も。いや、手かいよマジで。いや、もし俺が言った通りの悪役令状ムーブで近道を使わせたんだとしたら、<laughs> こいつはやべえぞ。十 <laughs> <laughs> 10歳のランタじゃ立ち打ちできねえぞ、おそらく太陽には。 8月8日ってかマジで漫画姉ちゃんいつ帰ってくんのこれえ帰ってくるよね <laughs> この質問もう23回してる気がする誰も答えてくれないのに <laughs> いやでもなんか一旦一ん向こうに行くみたいな感じで言ってた気がするんだよな漫画姉ちゃんかまた帰ってくる風なことは匂わせてた感じあるんだけど 漫画姉ちゃん帰ってきてほしいなお姉ちゃんキャラそうだお太陽、ご飯食べ終わったら洗剤買ってきて。朝あっお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 いいかい隣のおじちゃんはいつも店先の方にいるから裏口にあるものを買うときはでっかい声で呼んよあっ吉田商店で来るお店の裏口の方を？うそうよお店の横の方から入る場所があるでしょうあるねじゃあ倉庫なのそうよ洗剤とかあと釘とかネジみたいなものもあっちに置いてあるのへえ じゃあ、いただきますお,<だ>ー <laughs> おじいちゃんは朝から元気だな。ごちそうさまでしたごちそうさまでした裏口の門も買えるってこと今俺たち子供軍団はキミコちゃんを入れたら7人のはずなのに<う>桟橋の船長は6人だって言うんだ。んどういうこと ?7 人の侍もワイルドセブンもウルトラセブンも7人だろ なのに六人だなんて。七人。きみこちゃんとともこちゃんとあと太陽とボックくとお隣の兄弟の二人。うん、あれ？六人じゃない？え？子供たちが見ている世界と。あいや違う。大人たちから見えている世界とは<え>微妙に少しずつ違う。私も七人だと思うけど。いやマちゃんマメちゃん。足引きわらしがいるね。なにそれ？足引きわらし？えマメちゃんが？ えどういうことマメちゃん大人には見えてないってことえ何その急なホラー展開えあまマメちゃんいるわひめちゃんマメちゃんおはようお店でコロッケを買おうかと思って来たんだけどああコロッケね売ってるねお金が足りなかったんだえお金持ちの子じゃないの お小遣い、意外と制限されてんのかなまめちゃんねえマちゃんってどこに住んでるのあ確かに秘密だよ誰にも教えてないんだええ <laughs> ちょっと待って <laughs> なんだそれ <laughs> え今日はどこ？し敷わらしマめちゃん でも確かに、マメちゃんの家ってどこなんだ姫ちゃんとは姉妹じゃなさ、お、いおい,おい何やってるやおいおいいや何してんの二人で水着着てな。ちょっと。今私忙しいからあんまり、じゃあ、つンかの脳が破壊される私まだ怒ってるんだから。 いや、どうしよう、太陽が、もう太陽がそういう男に見えてきた。<laughs> ビデオレターを送ってくるタイプの男に見えてきた。島のタイだから島台っていうのかと思ってたら、何の話だよ、てめえ島島のタイのことなのか知らなかおいごまかしてんじゃねえぞ、太陽てめえおい、どういうことだよ、お前。男子同盟崩壊した途端これだよ、こいつ。 ハハじゃなんだよこれなんだよこれマジでなんで僕夏でこんな思いさせられなきゃいけんだよう,うわーザブ <laughs> <laughs> 頭を冷やそうあ防波堤に誰かいるぞあいやちょっと待ってえっていうことは<ん>ということは こっちにもいるってことことれあいるちゃんといる <laughs> キミコちゃんキミコちゃんランタだよー足元見て足元いてキミコちゃんランタがいるよほらランタがかまってほしそうだよキミコちゃん 大変きみこちゃん、ランタが、ランタが溺れかけてるよ。目の前でランタが溺れかけてるよ。ランタが、きみこちゃん、ランタが、ランタが溺れちゃうよ。きみこちゃん、きみこちゃん、ランタ、きみこちゃん、きみこちゃん助けてあげて、きみこちゃん、きみこちゃんは？僕、海で溺れちゃったもん、きみこちゃんはリュ様とご先祖に感謝せねばな。 み子ちゃんがいないということは <laughs> ちょっと待って君 <laughs> 子ちゃん君子ちゃん今さっきそこでランタが今はさしそしいからあんまりやる <laughs> 何も変わってない態度が今そこで目の前で溺れた男に対して <laughs> いや何で忙しいのねあれかやっぱ太陽 太陽君とのひとときが忙しいのかク <laughs> っソ君ミコクッソワザめ。<laughs> あんたお前の負けだよ <laughs> 忘れよあんな女のことは <laughs> ちょっと防波堤に <laughs> あおじちゃんだ釣りしてるちょっとおじちゃんどうした今日はお仕事行かないでいいの おじちゃん釣りしてるじゃん珍しいおじちゃん何釣ってるのうん今日はチヌチヌチヌっていうのはクロダイのことへえ<ー>連中は頭がいいいかかから、これなかななか難しい釣りなんだぜ。あ、そうなんだクロダイ釣ってんだえー、じゃあ一緒に釣りしようよおじちゃんこれおじちゃんの横でできるあできるね <laughs> ちょっとおじちゃんちょっとランタの釣りの腕見てよマジでこいつマジでさめちゃくちゃ釣るから <laughs> 見ててあ来た来た来たおじちゃん来た来た来た見て何が釣れたランター何釣れたやっあすげえタイだマダイだちょおじちゃん見てタイ釣っちゃった <laughs> えすごくないすごくないタイ釣っちゃうのねえいやだってタイって高級魚だよおじちゃん釣っちゃったよランターえっ、ー、<laughs> いやじゃあこれおばちゃんあげようかな ちょっとおじちゃんおじちゃんなんか全然釣れてないみたいだけど大丈夫ね <laughs> 連中頭がいいからああね頭いいまあでもランタはまた釣っちゃったけどねそう言ってる間にねさーて <laughs> よいしょっと続けてやるかいやおかしいねおじちゃんと同じ場所で釣ってるはずなのにねなんでおじちゃんは釣れなくてランタは釣れちゃうんだろうね おじちゃんってもしかして釣りへ、ああ、いや、ごめん。ごめん、なんでもないよ。ねランタね。あ、来た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 おじちゃん来た。おじちゃん見て、来た。いやど、ちょ、おじちゃんは全然来ないのに、また来ちゃった。ランタン。マコガレイうわ、マコガレイだー。マコガレイだって、おじちゃん。マコガレイのマコって、女の人のマコだって知ってたらしいよ。いるおじちゃん、このマコガレイ。 あ、一匹も釣れてないとやっぱあれでしょ持って帰ってもいいよ別におじちゃんが釣ったってことにしてさおお来た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 すごい来たお待てめっちゃえめっちゃすごいおちょおじちゃん手伝っておじちゃん手伝ってよっしゃやった一人で釣れたううな何これすっごいでっか三8 3 2ンチだってえタチウオタチウオって何おじちゃんタチウオ釣ったことあるあないかおじちゃんはないかこれはまるで怪獣だおさ やったタチウオイエーイランティイエーイ写真撮ろう写真撮ろうぜあお,おじちゃんも一緒に写りますいいですよあの尻尾のとこ持ってもいいですよおじちゃんよしじゃあこれおばちゃんに持ってこっかなおばちゃんに持っていくわおいちゃんで料理してもらうわこのタチウオねおいちゃんも釣り頑張ってまだ1匹も釣れてないみたいだけど頑張ってねじゃあねサブ

ああ私たちご先祖様に怒られちゃうあ寄贈するんだまずはしばらく扉を開けて中に風を入れておくわうんそうしようあこれもしかして蔵の中入れるフラグ扉開けておくっつったよね今へえー、あ蔵の中のものを寄贈するっていう話かこの扉かえ明日から入れるって感じなのかなじゃあえな何かありそうだな お座りこの子の名前教えてほしいななんも言わね。尻尾は尻尾めちゃくちゃ無視されるじゃん。やっぱり頭いいね。頭いいのかじゃあ問題出すよ。5 × 3く1 4はえ ?1、いや <laughs>。お前やっぱ絶対ワンって言わせたいだけだろ。うーわンワ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 ンあ覚えた。 あ、ワンつったじゃん。よかったな。い、いきなり怒ることないじゃないか。いや、お前が言わせようとしたんだろ、ワンって。<laughs> なんだ今のやりとり。<laughs> えー、郵便ひげの蔵か家の。なんか掘り出し物ありそうだな。こんにちは。釘10本20円。あ、これで買えるってこと釘 おじさんおじさんあ呼んでるおじさんってばああこれなんかトンカチ手に入れてるからさあ来たおっさんそっちから来んのかうんーどうしたんだそんな大声出してえ釘買うのランタねえここにある釘って僕にも売ってもらえるのあやっぱりこれもしかして釘とトンカチでなんかできるああいいよ 10本20円ああえでもなんか使えそうだなこれ買っとくか20円うん僕は釘を手に入れたはい舞だりーいや水槽500円の水槽も欲しいけどな釘とトンカチかあーあそこかあのさ姉ちゃんとさ行ったさあの橋壊れてるとこあったじゃんあれトンカチで直せるとかじゃない もしかして。え、それめっちゃありそう。行ってみようぜ、ラン太。あれでもあれかなその板がないとダメかな直す。まあ、とりあえず行ってみるか。なんかあるかも。なんかヒントが出るかも。飛ぶ板をめくる。これってやっぱ虫を。なんかいるかな水槽が手に入れば、虫が。 もらえるってこと。買えるようになるってこと。え。あ。ああ、そういうこと。おい、これ、あれじゃない、橋の材料じゃない。え、もらってけんの。おお、すげえ、もらう。え、これ、絶対橋の材料。え、待って。いや、これ、このなが、長い方がよくねえ、こっちじゃない。なんかいるかな。これを持ってけるかな。いや、めちゃくちゃでけえけど。やったぜ。あ、なんかいるわ。 アメンボああな水槽ないとダメなんだよなあこれを持ってくるこっちにしとこうああ戻してねさっき取ったやつはオッケーブリーフにねじこんどけえこれ絶対端の材料じゃないえじゃないなんかすげえトントン拍子に素材が集まってるあやっぱりできるできるぞトンカチク木の板で え、これさ、その、木の板が、外れだったら、次の日にならないと、またできないとか。あ、あ、できてるすげえおたいや。完全に釘10本以上。おお危ねえ危ねえ危ねあ、いけるー <laughs> いや、この <laughs>、この橋怖すぎない <laughs> 小学生が我流で <laughs>、作った橋。あ、でも通れたやったえ、行ってみよう、こっち。 おーえなんだっけなんか姉ちゃん裏の浜辺みたいなのあるっつってなかったなんかいるかなコンクリブロックッああなんもいないかえすげえ行動範囲増えたぞおおえなんかめっちゃ森だな山かなわあ山って感じめっちゃあニュ乳がいる乳が取っとけ乳を今作マジで広いなーよろしくね お、キモ七節だ。<laughs> おー、すげえ棚田だ、棚田。棚田があるぞ。向こう浜、海水浴場。あ、こっち向こう浜。お、ちっちゃえこれこれ,これ向こう浜海水浴場え、反対側か反対側かも。こっち側かな看板だってる方かな あ一周してきた。ああ、なんだ。ああ、ってことはあこれが向こう浜海水浴場か、やっぱり。いや、ちっちゃいな、海水浴場。<laughs> え、飛び込める。え、これ、どこに繋がってんだこの海はどこに繋がってるあのー、おじちゃん家の前に繋がってんのかなおすげえ、なにこれなんか遺跡みたいなのあるぞ。なんだ看板がある。 え、なにこの人工物。こっち側行けるのかあ、行けなさそうだな。こっちは行ける周りで、あ上がれるここ。なんだえ、なにここすげえ。謎の島に来た。なんだ上がってみよう。子供島採石場。へえ、あ、採石場なんだ。危険。ここは採石場の跡地です。 あ跡地今も使ってないってことかいろんなものが落ちているので敷地に入ってきてはいけませんへえいろんなものが落ちてるでもこの看板を読んでいるということはすでにあなたは敷地内に入っているのですねギャフン <laughs> なんだこの糸井重里が書きそうな文章採石場管理組合はほぉえなんこれは隠しエリアとかだったりする えすげえすげえあでもなんか別に調べられるところなさそうだな反対側行ってみるかあ夕方になってるやべ早く帰らないとえっそれとタチウオおばちゃんにまだ渡してないからさ <laughs> あれをおばちゃんに渡しておじいちゃんにマウントを取らないといけないんだ今日のランタはおあなんか見つけてる何だでも本消しかよ <laughs> どこにでもあるな あ、かなりかなり珍しいもん消し。<laughs> なんでこんなところに。え、これだけかこっち側はいけない。あ、登れる。登れるけど。ああ、これ以上いけない感じか。えー、もん消しあるだけここ。え、まあい,いや、とりあえず帰ろう帰ろうぜ。<laughs> で、まぁタチウオ渡したよ、おばちゃんに。んあれ あっ、ここに繋がってるんだ。へーあ、じゃあ、泳いでいけるんだな。あ、てか、待て。おい、キミ子と、キミコと太陽がいなくなってよこれ。あいつら、どこ行った夕方になって。なにはまれに <laughs> おい、何よろしくやってんだよ、夕方になっても。ちょっと丸一日遊んでんじゃん、二人で。おい、おい、おい、おい。<laughs> あれ、まだ怒ってるのちょっとキミコじゃんまだ怒ってるの 当たり前ですよ、寝が吹け <laughs> 思ったより寝が吹け痛いよ <laughs>。お前何今、小さい頃よく砂浜でお城を作ったって話してたんだ。中を深めている <laughs> マウント取ってきやがったこの野郎 <laughs> な、くそ浴びれ <laughs> うわー うわあ散らせ水を散らせらんた文字通り文字通り水をさしてやれこいつらにうわおばちゃんえー、っとタチウオこれあバター焼きへえタチウオはバター焼きにするんだえこれあげるおばちゃん料理してあのこの後もしかしたらおじちゃんが石代つって持ってくるかもしんないけどあのちっちゃとか言わないであげてね ね太刀終わるからもういいとか言わないであげてねちゃんと受け取ってあげてねご飯だよあはいやったー太刀与のバター焼きだいえーい <laughs> 石台は石台は僕石台がねー <laughs> 直して島の向こう側の森の方まで行ったんだおじちゃん石台釣れなかったのかあそこは緑が深くていいとこだあーねーじの頃に一度 不審びの山火事でハゲ山になったらしいが、へ<ー>その後植林して今じゃ大きな大きな森に育っちまった。あそうなんだ。こは隠れた枝道がいくつかあるから気をつけていくんだよ。隠れた枝道。そそこ向こう浜の海水浴場だ。あ、行った行った。そこから見えるのは隣島。隣島。してだから泳いで向こう岸まで渡れるぜ。あんん、<え>あんまり危ないこと教えないでね。であ、他にも島があるの。隠隣島？うしゃ。 じゃあ食べよういただきまーすおい、いただきまーす <laughs> おじちゃん、おじちゃん次こそは石台釣ってきてくれよな。<laughs> 楽しみにしてる。ごちそうさまでしたごちそうさまでしたいや、てか、マジ、キミコちゃんと太陽さ。いや、じゃあおばちゃん、おばちゃんね、ちょっと聞いてよ。あいつらさ。 うちでは夜テレビじゃなくてラジオを聴くことにしてるのよあ確かに毎日ラジオ流れてるよねへえあそういう家の習慣なんだこれなんでテレビじゃないんだろうあおいちゃんおいちゃんなになに株価が急上昇あ新聞読んでる <laughs> 思いっきり踏んでるけど株価ってなんだ <laughs> 株価知らなかった <laughs> いやそうだよね知らなくても生きていけるしね 俺もよくわかってないし、株について。おいちゃん、石台釣れる日が来るといいなおい、おい、てめおい。おっと、またライバル関係に戻ったのに、そんなに慣れ慣れしく、おはは、なんだこいつ <laughs> ちょ、まじなんなの、太陽、こいつ <laughs> ちょっとヘイト溜めすぎじゃないはぁ、あ、いや、そりゃ、そりゃはぁも言うわ、ランタ。 おいこいつキミコちゃんと仲良くなった瞬間これかよ <laughs> 君とは違うんですけどみたいなムカつくわ太陽なんだあいつ、はいはい、あっキミコちゃんいるパン <laughs> 一で入ってきたけど <laughs> キミコちゃん危険治った勝手にこの部屋に入らないでくださいねうわ なんか敬語が以前とは違った印象を与えるかけっこのことまだ怒ってるのいやまだ怒ってんじゃないああ無言怖いこの無言は怖いえー、ちょっと待っていつになったらこれ仲直りでいけんのわーちょっといやランタがかわいそうなんかせめて仲直りしてやってくれよランタともう太陽のことはいいからさ じゃあ、絵に描いて寝るか。橋ができたよ。あ、橋のことね。橋の修理が終わったよ。どこから見ても美しい。いや、でもあの橋危ねえけどな、マジで <laughs> 気をつけろよ。渡も <laughs> あオートバイ上ね。ね採石場で手に入れたやつね。ああ、タチウオ。<laughs> タチオは刀みたいな名前だな形まで似てるよね <laughs> キミコちゃんとのことは書かないのか <laughs> 太陽と貴美子ちゃんについてははいおやすみ <laughs> いやなんかなんか今作人間関係ドロドロしてない <laughs> 今までこんなんなかったよな